やー、僕たちも卒業やな。早いね。そうだな。うん。という間だったな。うん。俺がクラマスだからスーツやわ。珍しいな。ちょっと前衛式と間違えちゃった。でも桜めっちゃ綺麗に咲いてるね。まあ、体育館だけどね。あれだって見えたもんね。ボケじゃん。ボケじゃん。お前ら、卒業式で泣くない一番泣きそうだよ。一番泣きたい。一番泣きそうじゃないか。皆様、お待たせいたしました。ただいまより、令和5年度、大阪市立高エイト学校第48回卒業式を挙行いたします。まずは、校歌斉唱。何歌えばいい？せーの。はーい。それでは卒業生より一人ずつお言葉をいただきたいと思います。 M 氏前へ。はい、あまりさ前へ。はい、かなこです。じゃあ、M さんに卒業してほしいこと、卒業してもらうことを発表したいと思います。卒業証書、じゃあ、M氏だな。あなたは自由気ままに喋っていて、楽しそうにしていることはとてもいいことです。ですが、撮影であったり、みんなといる時もたまに変なことを言ってわからない言葉を口にしたり、それを一人で言って爆笑したりする。それをやめてください。なぜか一人で笑い出します。演じたらおめでとう。ありがとうございます。もう一人、こたつ前。卒業証書、エビシ殿。はい。この3年間、エビシとの思い出はたくさんあります。はい、僕たちはすごい仲が良くて、いつもふざけながら楽しんできましたね。はい。そんな中、エビシの盗撮。これやめていただきたいですよね。なんか俺たちパンツ一丁になってるのがいつもポイント、でも見せない僕たちを多分すごい持ってらっしゃると思うんですよ。怖い怖い怖いよ怖い怖い怖い歴史戦争期なんですよこの人。いつねその動画が世間にバレてるか。僕は怖くてしゃべれない。怖いいつの間にか撮られてる時が多々あるので、それはちょっと許可を取ってください。はい、わかりました。取ってください。はい、これを、はい、よろしくお願いします。怖いから不安になるから。よく言った。プラスの言葉欲しいです。
週間ボツになっちゃうかも。やめろしましょう。遠藤。はい。たまに男子軍にきつく注意するときになりますね。けど気分によっては乗ってくるときもあります。なんか差がすごくて。今日はいいんだ。あ、今日はダメなんだっていう曖昧なそのボーダーラインが今だけわかる。卒業証書授与、太郎社長。
お互い推し同士であり、今もこうやって仲良くしてもらってますよね。敬意として私いつも敬語をプライベートでも使っていくかと思うんですけども、はい、これをちょっと卒業してもらいたいなと思いました。おお、真剣なやつや。結構真剣、タメ口で言ってほしいなと思います。結構真剣よ。はい、結構真剣。マジのやつや。卒業できますでしょうか。マジ。頑張ろう。今回の卒業も2つともちょっとキモくね。ありがとうございました。あまこ。はい。まゆ。えん。はい。まゆ。あ、えんちゃん。では卒業証書の字を、アマコ殿。あなたは昔坊主でしたよね。でも今は金髪にしておしゃれになって、すごい垢抜けてかっこよくなってね、女の子のファンもたくさんついても素敵なことだと思うんですけども、今着てる服にこだわりとかあると思うんですけども、そろそろ誕生日で渡した服着てほしいです。俺も着てもらってない。欲しいな。俺全く着てもらってない。まるで他人かのようにね。めっちゃくらい着てなくて、カーディガンだったりコートだったりとか。え、私たちのセンスがないってことですか。ないってことは確かに、それめっちゃ思う。まあそういうことやね。それが悲しくて、そういうところ。私こそみんなのからもらった服を着てほしいので、卒業お願いします。ありがとうございます。頼む。俺だけがマジやけど。太郎、マリ、大丈夫？卒業証書はマリだ殿。卒業証書。あなたには自分で考える意思を身につけてほしい。毎日のようにオープニングを撮る練習をしましたよね。こうやって一緒に企画を考えて。もう今大体司会なんてどれぐらいになりますか。まあもう2ヶ月ぐらい。11月かな。まあ11月だから2、3ヶ月ほど。もう5ヶ月経たせていく。もう今のでちょっと曖昧さがちょっと5ヶ月5ヶ月2ヶ月じゃないです。5ヶ月です。倍以上です。5ヶ月経って一緒に司会をしているあなたから企画案をもらったことが一度もありません。そろそろ一緒に新しい何かを生み出す努力をしてほしいなと思っております。卒業してもらえますでしょうか。お願いします。おめでとうございます。おめでとうこれ1年間やから多分卒業式ってすごいなんか楽しいものかなって思ってすごいなんかお花みたいに爽やかなものかなと思ったら地獄でした。なんかマジで刺さってる感じしたので気をつけます。おめでとうありがとうみんな。では最後じゃない。こたつ。まえ。えん。はい。まえ。ありがとう。私このクラスに行ってよかった。みんな仲良しだし。
みんなすごく温かいし、今の世間、みんな卒業していく。温かいんだ、たくん。みんなの気持ちも込めて、伝えさせて。気を張ってる時も、気が抜けてる時も、そして、一生懸命頑張ってる時も、遊んでいる時も、楽しそうにしてることは、とても素晴らしいこと。たまに出るあの国の、おなら。鼻くそ。私たちになすりつけるのはうるさい。しかもうるさい。汚い。みんなすごく不満に余ってます。なので、非常に汚いので、これを卒業してください。今まで3年間ありがとう。卒業おめでとう。改めて俺のことを嫌いになっても俺の家は